京都金牌は日本中央競馬会が京都競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称はスポーツ日本賞京都金牌と表記している。正賞はスポーツ日本新聞社者賞。第52回京都金牌優勝場所に贈られる金牌京都金牌の優勝令1963年に 創設された5歳以上の馬によるハンデキャップの重賞、芸春賞が本競争の前身1966年から金杯、1970年に金杯と解消され、以来1995年まで中山競馬場で行われる同盟の競争とともに、新年度の中央競馬の開幕を飾る重賞として、施行してきたが、1996年より、 東西の金牌を区別するため、現名称に変更された。負担重量は1966年から1980年まで別定だったが、1981年以降はハンデキャップに戻された。試行距離は創設以来芝2000メートルで定着していたが、2000年より芝1600メートルに短縮され、短距離路線を目標とする馬にとって1年の、 活躍を占うレースへと位置づけが一変した。外国サ馬は1993年から、外国馬は2006年から、地方競馬所属馬は2020年からそれぞれ出走可能になった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、ハンデキャップ2021年の一着賞金は4100万円で、以下2着1600万円。 三着一千万円、四着六百二十万円、五着四百十万円。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。競争名は第1回から第3回まで芸春賞、第4回から第33回まで金牌。 各界競争結果の出展。ありがとうございます。